만들어? 見てください。全力で見てください。
어쩌면 썼겠고 어쩌면 진도가 됐어. 이제 冬こたつ持ってきて、そんなか。こたつ、冬はこたつ持って、こたつで路上やんだ人いるぞ。こたつ、こたつを。じゃあ、こたつで路上やった人いるんですよ。え、そうなの？お月さんですか？違う。TikTok があるはずだよ。あったかくなるやつあるじゃないですか。コンロじゃなくてなんかあったかくなるやつ、コンパクトなやつ。それと電源がないと分かるんですか？え？なくてもいける。あった、なんでもないやつ。充電のやつ、あれ、お月が持ってるあれがないよね。買おうかなと思って、7000円くらいの。充電のやつと、冬場に耐えてる。コードもさせるし、携帯のやつも充電できるし。タクシー、タクシー。お月のちゃんとした大きいのか。だって3日4日持ちてたもん。あれめっちゃいいです。路上で。あ、そっか、あれやってたら、おつさん急、あのスピーカー。そう、キューブのスピーカーで電池でやると大音量でやると音が悪いんだよ。だからそれがあって、多分あっちの、あっちにすると音がいい。その違いを聞いたことがあるから全然違う。電池より全然。よっしゃー。携帯も充電しながらできるし、携帯も充電しながらそこでも。捧げるよ。 日差し
が突き出した寒い風を肌で感じ、マフラーを巻いて寒さをしのいだ。君を思い浮かべた帰りの道、もうすぐ思いが届くだろう。君に恋をしました、溢れ出したこの感情、この風と共に届けるか。君への愛が溢れて届け届けと愛称、この歌に込めて君のために捧げる。ありがとうございました。青恋ボブさん、出そう全員寝てるとこ見たことある。全員寝てる、こっちも寝てたもん。寝たことない。あ、音がちっちゃいから余計じゃないですか。そうそう、これぐらいだったらマジで止められなさそう。
まで君のそばで愛を伝え続けるよ。さよならまで君の手を離さないよ。また日まで忘れずに額縁に飾け君を晴れ散るまで決めてました。あれ歌ってる。あれ？これ運命の歌。なかったっけ？